マルとキリマルです。皆さんこんにちは、キリマルでございます。ということで今回はですね、最近のお気に入り品紹介でーす。多分結構久しぶりのお気に入り紹介だと思うんですけれども、今回も厳選して早速紹介していきたいと思います。なんか見て、教祖みたいなお洋服着てる、めっちゃ可愛いんですけど、厳選したとはいえ5個6個くらいあるので、早速サクサクと紹介していきたいと思います。あー、サムネ撮った、もうバッチリ。はい、じゃあまず一つ目紹介していきます。めっちゃ最初何持ってくるか悩んだんですけど、私がね最近めっちゃお気に入りですっごい使ってる MAC のグレープスライムフィッシュつい名前やなぁ。メイクの後に使うやつで、画面で伝わってるか分からんけど、反射して見えちゃうかなぁ。めちゃくちゃ細かいオーロラみたいなところね、少しピンクがかったラメが入ってるんですよ。これをメイクの後に吹きかけるだけで、こう、肌がツヤっぽくなって、メイク持ちも良くなるよっていうやつなんですけど、私がカンコレでメイクをしてもらった時に、メイクさんがこれを使ってて、なんかすごい、うわ、めっちゃいいと思って買ってから、すっごいお気に入りよく使ってます。ちょっとわかりにくい件使ってみようと思うんですけど、今何もしてない肌がこんな感じです。こういう感じでロック式になってる件、なんか間違えてここをビュッて押してしまうこともないみたいな。多分最初使う人びっくりすると思うんですけど、結構な水が、ブッシャーって出てくるんや。使い方としては30センチくらい離して、で結構水は毎回うってなるよ、毎回おーってなるよ。びっちょびっちょ、伝わってる？びっちょびちょ、毎回びっくりするけど、かなりねびちょびちょになるんですね。でもびちょびちょになって大丈夫、これがでも合ってます。本当はなんかこれを押し切るまで2プッシュくらいらしいんやけど、ギューってやっちゃうとなんかみたいな感じになるよ、わかるかな。で、結構まめにシュッ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 って言って、私は濡らしていく感じにしてるんですけど、なんかふわーって感じやけん特に手とかで何もせんで、そのまま自然乾燥させるらしい。どうしても気になる人はちょっとこう押さえたりとかをしてもいいと思うんやけど、このまま自然乾燥すれば水分だけが飛んでってくれて、ツヤだけがしっかりフィットしてくれるみたいな。なんか今まではこのエリクシールの使いよったんやけど、なんかこっちの方がすごい柔らかい、なんかさりげないツヤ感って感じなんやけど、なんかもっと私はツヤツヤさせたいけど、こっちで、これの種類が2種類あるんですけど、私はピンクの方を使ってます。ゴールドもあるんやけど、ゴールドの方が結構キラキラするらしいんですよ。やけん私は血色感をアップしたいし、さりげなくツヤ感を出したいなと思ってピンクを使っています。わー、カメラで伝わっちゃうか分からんけど、特にハイライトとか何にも塗ってないのに、自然にこんな感じのツヤ感が出てくれます。イエーイ。離れた方が分かるかもという感じで、こんな感じで使ってます。室内も綺麗やし、外に出た時も写真写りが良くなるっていうか、なんか私は最近買って良かったなって思うコスメの中でこれが一番です。じゃあ次、タラーン、こちらでーす。これはアイスレディっていう家庭用の脱毛器になるんですけど、大丈夫？私さ、前に脱毛の動画を出してて、医療脱毛に通ってるよっていうのを言ったと思うんですけど、医療脱毛ね、全身6回の契約やったんですけど、ほとんど毛はもう生えてこんくなったんやけど、ところどころ、やっぱりこうさ、しっかり当たってなかった部分とか、ちょっとやっぱ濃いめのところとか、場所によってはね、なんかまばらで生えてるところがあるけん、そういうところを、そのためだけにまた通い直すっていうのは、うーんって感じやから、そういうところをちょっと補えたらいいなと思って、最近使い始めました。かわいいよね、シンプルですっごい使いやすいんですよ。これでレベル1、2とか上げていくんやけど、おお、この H モードが連続モードになってて、すごいこう足とか範囲が広い部分とかにもすごい使いやすいのと、もうね手を離しとっても勝手に自動でやってくれる。医療脱毛に通う前に家庭用脱毛器を使ってたんですけど、なんかめっちゃ安いやつ買っちゃったからさ、すっごい使いにくくて、すんごい時間かかってたんですよ。これは 0.9 秒に1回照射をしてくれるから、これ一つで全身が10分で終わるらしい。なんか携帯触る10分間の間とかにだけ、携帯見ながら足やら何やらいろんなところをこうやってピッピピッピできるから、めっちゃおすすめです。しかもめっちゃすごい、この連続モードにしといたら、肌にこうやって直接当てとん時はこうやってパチってなるのに、例えばさ、キリッつってお母さんに呼ばれて、あ、はいつって、お母さん何？って言って、話した瞬間からはもう止まるみたいな、すごくない？で、クールモードとかもあります。この取り外しもさ、見て、マグネット。これ感動した。私が前使いよったやつは、グイグイグイみたいな戦闘機にくて、だるかったんよ、とにかく。なんか私が思ういい家庭用の脱毛器は、とにかくシンプルで続けやすいっていうのはめっちゃ大事かなと思うので、使いやすさはすごい重視していいかなと思います。で、自分でピクピクするパターンもあるんやけど、知らん人多いかもしれんけど、意外と回数が限られちゃうんだよね。1台が使える回数っていうのが意外と何万回とかで決まってるんやけども、30万回このピコっていう照射ができるよね。例えば、兄弟、お母さんとか、
それこそカップルの彼氏彼女と一緒に使うとか、大概5人までしっかり使えるくらいの回数らしい、30万回って。そうそう、だけん誰かと折半して買うとか一緒に使うのもありかなと思います。と言っても本当に私も最近使い始めてめっちゃいいなと思ったから、効果とかはこれから使い続けてちょっと見ていきたいなと思います。すごくない？このスペックとこのパワーで3万円台っていう。なんでこんなに安いかっていうと、これがね、工場と直営ブランドらしくって、やけんこそこんなにクオリティ高いのに低価格で売ることができるらしいです。すっきー、珍しくない？お気に入り商品で私がこういう系のものを出してくるの。これはラウジーっていうところの、これなんだ、携帯ケースかなになります。最近よく見かけるくない？ iPhone にさ、直接こう紐かけてさ、こうやって持ち歩くとか、なんかそれのバックバージョンみたいな感じなんですけど、結局さ、これともう一個カバンを持ち歩くわけになるけん、すごい便利かって言われたらわからんけど、可愛いんですね、とにかくデザイン。こう、ファッションってこういうことですよね。あの、便利とかそういうの関係なく、なんかこれもコーデの一つって感じで、ずっとこうやってかけておくとすっごい可愛いなと思って買いました。そう、このワンピース一つだけやったらちょっと競争っぽくて、なんか今日の髪型とかもちょっと競争っぽくて、これが一つあることで、なんか一気にこう、こなれ感というか、おしゃれというか、この人今日もおしゃれしてんなっていう、あ、今日もこの人おしゃれやってんなっていう感じのアクセントになるからめっちゃ可愛いです。しかも差し色にもなるし、ずっとここに置いとけば携帯をなくすこともないし、なんか2色あったんやけど、私はなんかもう1色選んじゃうといつもの私になるなと思ったので、暗めの色持ってる方が使えるかもね、小物は。やばい、部屋の中が暗くなってきた。もうね、購入品紹介マジめっちゃ喋ってしまうんよ。続きまして、サムネにもあったと思うんやけれども、このシカなんちゃら、下チカ、これ30枚入りでーん。こういう箱になってしっかりしてるマスクってすっごい良くない？確か、うわ、ピンセットがなくなっちゃった。本当はここにピンセットついてるのに、なんかどっか中入ってどっか行っちゃった。かなりもう人気やけん、使ってる人もいっぱいいると思うんですけれども、これがなんかとにかく保湿っていうよりは、なんか肌を鎮静させてくれるような感じかな。なんかこれを使い始めて肌荒れが収まったっていうか、なんか肌荒れしにくくなったなっていう感じがする。で、前動画で紹介してからもうずっと永遠に使ってる、これもね、シカ。最近韓国でね、よく見かけるね、このシカ系のやつ。多分みんなが一番気にしてる肌荒れ系のスキンケアになります。とにかくいい肌の状態を保つためにこれを使っているっていう感じです。やけんこのパック使い終わった後に保湿クリームとか塗るんやけど、このパックが取りやすいし、広げやすいし、なんかデカすぎないし、もうびっちょびちょすぎないし、ベタベタせんし、なんか気づけば私ってお洋服さ、首元詰まったもんばっか着よんけどさ、あんま好きじゃない、首元詰まったやつ、苦しいから。次はこちらです。タラーン、こちらで、こんななんか切ったね、もうボロボロになったヘアバンドは何ですかっていう、最近買ったんですか本当にっていう話なんやけども、最近買ってございません。これはもうずっと使ってて、ずっと私が使い続けてるおすすめなものとして紹介をさせてもらいたい。とね、10代の頃はニキビがすっごいできやすい体質であって、一番のコンプレックスは背中のニキビだったんですよ、私。本当に背中のニキビがひどすぎて、今でも自信持って背中見せれんけど、これに出会ってマジで救われた、ニキビにめっちゃ救われた。あのさ、みんなさ、お風呂入るやんか、お風呂入ってシャンプーするやんか、その後のさ、髪の毛ってどうしてますか？どうしてますか？て、私も今までリンス終わってこうやってまとめるだけやってんけど、もっと競争になっていい？ガチで紹介しに行くわ。少なからずニキビの原因は絶対にシャンプー、リンスの洗い流しが本当によくあるなって私は思って、お風呂でさ、せっかく体洗って綺麗にして洗顔もしたのに、結局さ、髪の毛の水分の残ったこのリンスが体や顔にこうやって流れてきてしまっては、それが全部ニキビの原因になるんですよ。で、実際に私がそれですっごいニキビが増えちゃったけん、髪の毛が終わりましたってなった時点で、このヘアバンドをしっかりつけますで、この髪の毛の水分が絶対他のとこに行かんように、しっかりこのヘアバンドでしっかりと止めます。お風呂上がってからやっとこれを取って、そのままもう水分がね、他のとこに行かんようにタオルで巻くという、すごいくどい長い説明をしてごめんなさい。という感じで、このニキビの予防として使ってあげるとめっちゃ良くて、なんか無印のシンプルに可愛いし、そんなに締め付け感もないけん、頭が痛くなることとかもないけん使ってるんですけど、心掛けてやってみてください。背中ニキビがまず一番最初にすっごい効いてくるかなと思います。では続きまして、これがね、まあいい匂いなん。本当に多分自分が男で女の子がこの匂いこうフッって香ったら、こうでこう一緒にこうフッ、まあいい匂い。本当にね、お花甘い、シャンプー、女の子、パンツのいい匂いみたいな。保湿ローションやけん、乾燥の気になる部分に
つけてくださいねみたいな。だけど寝る前とかにいい匂いになって寝たいとか、リラックス効果で寝たいなっていう時とかは、私はいつもなんか全身に塗るっていうよりはちょっとシュッてして、匂いが感じやすいところにこうやって塗って寝ます。そしたらネオンの時に匂いが上がってきてめっちゃいい匂いみたいな。やし、それこそ彼氏とか好きな方とお泊まりデートの時とかにですね、お風呂上がってシュッとこっそりシュッとやると、わっ、なになにちゃんとお風呂上がりめちゃめちゃいい匂いするんや、めちゃめちゃいい匂いするやん、やばい、女子力高い。うわ待って、まるまるちゃん女子力、うわー、まるまるちゃん女子力高い。ちゃんとこれは一回私が男になった想定でいろいろ妄想をして、1時間くらいしっかりちゃんと妄想した上で絶対に間違いない。なのでジェラピケでよかったら買ってみてください。はい、ということで今日の動画どうでしたでしょうか。久しぶりにね、お気に入り品紹介たくさんさせてもらったんですけれども、そうで、さっき紹介したアイスレディも私の説明よりも概要欄からサイト見てもらった方がもっとしっかり伝わるかと思うので、気になる方はよかったらサイトを見てみてください。ということで今日も動画見てくれて本当にありがとうございました。私、Twitter、Instagram、TikTok、そしてウェアもやっていますので、皆さんよかったらフォローをよろしくお願いいたします。バイバーイ!